私たちはもともと自分は愛される存在だという自己イメージを持っています。私たちが幸せに生きていくためには、自分には愛される価値があるという心の状態を持ち続ける必要があります。健全な心とは、自分は愛されるのが当然だと信じている状態のことです。心が病んでくるとは、自分は本当に愛される存在なのかと疑い始めることです。心が疲れてくるとは、自分は愛されなかったという経験を繰り返し、自分は愛される存在だという自己イメージが崩れることです。心が耐えられないぐらいの自分は愛されなかったという体験をすると、心が壊れます。大事な人から裏切られた、最も愛されたいと思っていた人に拒絶されたといった大きな衝撃を受けると、自分は愛される存在だという自己イメージが崩れてしまうことがあります。長い間ネチネチと嫌がらせをされたり、長い間褒められることがなく、お前はダメだ、お前はバカだと否定されることが続くと、だんだんと心にひびが入り、自分は愛される存在だという自己イメージが崩れていきます。長い間、そのままのあなたじゃ愛されないですよと攻撃され続けることで、最終的には自分は愛される存在だという心の状態を維持することができなくなります。私たちは生きていくために自分は愛される存在だという自己イメージを守ろうとします。自分は愛される存在だという心の状態を維持するためには、愛されたという経験を積み重ねていき、愛されなかったという経験を避ける必要があります。しかし、私たちは愛されたいと思っていても、愛されないことがあります。例えば、子供が親に構ってほしくて話しかけたのに、今は忙しいからと相手にされなかったとします。精神状態の悪い親に拒絶されたとします。そんな時子供は、自分は愛される存在だという自己イメージを守るために、相手にされなかった、拒絶されたという経験に加工を施します。子供はまだ自分は愛されなかったという経験を受け入れるだけの心の準備ができていません。まだ心が十分に成熟していない子供が、自分は愛されなかったという体験をそのまま受け入れてしまったら、心が壊れてしまいます。なので、子供は自分の心を守るために、たまたま自分が悪い子だったから愛されなかったんだ。自分がダメなことをしたから今回は愛されなかったんだ。という受け取り方をすることがあります。基本的に自分は愛される存在だけど、悪い時やダメな時は愛されないのが当然だよね。とすることで、かろうじて自分は愛される存在だという自己イメージを維持しようとします。悪い時やダメな時には愛されないのは当然だという考え方を採用することで、そのままの自分、どんな状態の自分、どんな時の自分も愛されるという自己イメージを放棄することになります。愛されなかったという経験をするたびに、自分が悪かったからだ、自分がダメだったからだとすることで、いい時には愛されるから大丈夫という生きていくためのギリギリの精神状態を維持することはできます。しかし、のびのびと自由に幸せに生きていくためには、そのままの自分、どんな状態の自分、どんな時の自分も愛されるから大丈夫という自己イメージを持つことが大切です。大人になった私たちには、愛される時もあるし、愛されない時もあると受け入れられる心の強さがあります。たまたま誰かに愛されないことがあっても、それは自分が愛されない存在だからということではないと考えられる心のゆとりがあります。愛情も感情の一つなので、不安という感情に圧倒されてしまうことがある。精神状態が悪い人に愛されなかったのは、自分が愛されない存在だったからではない。自分がダメだったからではなく、相手に人を愛すことができる余裕がなかっただけだ。と自分を守るための解釈ができる知恵があります。私たちはすべての人間に愛されることはありません。しかし、それは自分が愛される存在ではないということではありません。世の中には精神状態が悪くて、人を愛すことができなくなっている人や、そのままのあなたの魅力に気づくことができない人がたくさんいます。すべての人があなたの本質を見ようとしているわけではないので、愛されないことがあるのは当然のことです。ということで、そのままの自分でも愛されるという自己イメージを取り戻していきましょう。私には愛される魅力がある。私には愛される価値がある。でも、私の魅力に気づく人と気づかない人がいるけどね、と考えていきましょう。愛されなかったときは、あの人はたまたま私の価値に気づくことができなかっただけだと考えて、自分は愛される存在だという自己イメージを守っていってほしいと思います。